サッカー韓国代表のキムムンファンが負傷により11月のオーストラリア遠征から外れることが分かった。大韓サッカー協会は12日、キムムンファンが左大腿部負傷により、11月のオーストラリア遠征召集から除外された。代わりの抜擢はないと発表した。キムムンファンは去る11日、 城南 FC との K リーグに最終戦いに先発出場し、90分フルタイムでピッチに立った。しかし、試合後に検査を受けた結果、左太もも筋肉の損傷が判明し、全治に習慣と診断された。